こちら宝塚市です。去年県政150周年を迎えた兵庫県は摂津、播磨、田島、丹波、淡路という歴史も風土も異なる個性豊かな五国からできています。その兵庫五国にある41の市や町のトップにその地域の魅力や新たな取り組みなどをお聞きしています。今朝は宝塚市の市長でいらっしゃいます中川智子さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。改めて宝塚市ご紹介いただけますか。はい、もう紹介することがたくさん、そうですよね、はい、ありすぎてその一部しか紹介できませんけれども、はい、まあ、宝塚市は兵庫県そのものの南東部に位置しているんですけれど、はい、縦に細長い、町で、そして南部市街地というところに、もう人口が22万2000人ぐらいそこに、そしてその残りの3分の2の北部、うん、西谷地域、はい、そこが2500人ぐらいという、だから本当にこの都会のイメージ、宝塚歌劇を代表とする、あとは里山の自然が広がっているという、そして向こう側が町の真ん中に流れていて、そこに水鳥がね、今だとゆりかもめとか渡り鳥とかがご飯を好きに来るんですけれども、そして、六甲の山並み長尾山系、まあそのように自然と、そして阪神モダニズムと言われる、そのような雰囲気が、マッチして、いや本当に綺麗な街です。そうですよね。神戸にも近い、大阪にも近いという、そうなんです。新宝塚音頭ってね、昔島倉千代子さんが歌われたんですが、神戸大阪30分で湯の香うれしい宝塚30分です、ですからまあ住宅という、通勤圏内ですから、それと観光は、安産の神様の中山で、そうですね、お参りしましたわ、そうですか、最初そうですか、1人目2人目さらしもらってね、なんか 逆が出る言うてね、男って書いてあったら女の子ができると、さらしに書いてあるんですね、さらしに、そうですね、産み終わったら返しに行って、ちゃんとお参りしてって、そのそばには火の神様、台所の神様の清志工事の成長寺があります。そしてでやっぱりもう神社仏閣が多くて、私は宝塚本当にいいなと思うのは、祈りに包まれている、いろんな神社仏閣があって、そして祈りに包まれていて、そして夢の舞台の歌劇が、宝塚歌劇がありますね。今年は105周年です。あ、もうそんなになる、そんなになるんです。で100年を境に、もっと人気が出たら本当にいいのにな、もう100年超えたらちょっとどうだろうと思っていたのが、まだまだ人気が、そうですよね、上っていて、歌劇もそもそもはあれ、なんか奥の温泉のところに人を呼ぶがためになんか始めたっていう話ですね。そうなんですか。経営の神様の小林一三様さんですね、阪急電鉄、阪急グループの創始者ですけれど、彼がひなびた田舎町、温泉町の宝塚と、そして梅田を電車でつないで、で当時娯楽というものがなかったので、やはり娯楽の町、それで温泉を利用して、そこに大きなプールを作って、だけどプールがなかなか流行りませんでね、そこに板を床を張って、そして演芸というか少女歌劇、楽しんでもらえるように、だけど小林一三さんがやっぱり偉かったのは、すぐに学校を作ったんです、プロを作らなきゃ、少女歌劇の、少女歌劇、でも日本でもね、松竹、松竹とか、他もありますけどね、いろいろね、SKD とかありましたけれど、電鉄で阪急電鉄で抱えて2年間の
厳しい学校を終えて、そして舞台に全てが立つということで、はい、あの東の東大西の宝塚音楽学校と言われるほど、だいたい25、6倍です。そうですよね、競争率。そのために本当にあの子供の頃から歌や踊りやレッスンにね、それからピアノとかなんかレッスン、レッスン、レッスン、ね、だうん、バレエみたいな、クラシックバレエみたいなものからこう日舞とかも習って、もう全てですもん ね。それを全部やっててもほんの一握りですもんね。そうですね、トップの座はね、大変です。しかもなんかなんていうんですか、その花嫁修行じゃないですけど、そのそういうお稽古にもなるみたいな、あの、うん、振る舞いのね、あの女性としてなんか、まあいろいろなことを教えてくれるところですけれどもね。でもあのやっぱり私は、うん、あの市民に愛してもらいたいという思いがありましてね、ちょうど歌劇が100周年の時に市民貸切公演と値段をぐっと下げて、そしてもう市民の皆さんにあの見に来てくださいと、それがとても人気で、だいたい毎年5倍6倍の、いやだって宝塚のやっぱりこう作品こうね、舞台を見ようと思っても意外にチケットが手に入りにくい。最近入りません、本当に人気ですもん。それを行政側がね、その地域の住民、うん、住んでる人の専門市民のためにってやってくれるのが、まあ1日でも2日でもなんかあるとあったらありがたいですよね。うん、でも、はい、ちょうど1年2回の1月27日だったんですが、はいはい、その日だけは歌劇の、うん、あのお客様の雰囲気が変わるそうです。おじいちゃんとおばあちゃんがね、一度は見に来たかったとか、 あとはあのお孫さんのプレゼントだったりして、それが、そうですか、そしてあの本当に雰囲気が、あのファミリーで、もうとても和やかに笑顔でいらしてくださる。だからそういう意味ではその、ね、一つこの宝塚歌劇という括りでも非常にこう交流人口のそうです高い、まあ、地域ではある、地元の皆さんと共にっていうね、そういうことですよね。そのことによっておもてなし、でまた宝塚は非常にあの植木の町なんですね、そして特別名誉市民は、継ぎ木を発明した坂の上頼康公という500年前の方、その方が特別名誉市民なんですが、植木の町としては1000年以上の歴史がありますので、ですから植木屋さんやお花屋さん、そしてまたあの苗のお店が多いので、あの市民の方のお庭が、春になるまさに花の町ですよね。そうですね、そういう意味でもね、でも本当街中も本当にいろんなお花がこう胸植えられてて、めちゃめちゃ綺麗ですよね。あれはねやっぱり市民力なんです。市民の皆さん、自治会を中心として、はい、地域の皆さんが、あのもっともっと綺麗にしようということで、公園とか、あ、そうそうそう、公園の横とかね、すごく綺麗なんですよ。もう自分たちで公園はやっていくかとか、そして花の道、歌劇に続くその道は、四季折々、花が絶えることがないという、ですから私選挙ちょうど4月なんですけれどもね、本当にこんな美しいあの市民が優しい町の市長になれて嬉しいと思いました。ちょうどもう、去年おとつ、おととし前、前回が、そうそうそう、3期目です。もうね、3期目になりますけれど、あの春、つまり花がいっぱいあるところでいろんな遊説、そうなんですよ、されてるタイミングなんですね。すごい気持ちがウキウキして、お、頑張らなきゃって、花も応援してるよ、花も応援してるよっていうのとか、あのその美しい時期に選挙すると疲れないですね。あ、そうですか。癒されます。あ、そうか。花や木に癒されます。ね、もうすごくね、あの、楽しくて、今ちょうど今年で10年になりますけれどもね。まあ、あの手塚治虫記念館もあります。はい。
手塚治虫さんは漫画の神様、先ほどはあの経営、はい、アイデアの神様の小林一蔵さ ん,、はい、さん、そして漫画の神様の、はい、手塚治虫さん、はい、5歳から24歳まで暮らされて、うん、そうなんですね、僕の漫画の原点は宝塚にあるとおっしゃってくださって、いまだにすごい人気が、いやもう私もあの記念館この間行ったんですけど、 ありがとうございます、うん、あの入り口入る前でもだいぶ時間取れるぐらいめっちゃ楽しいんですよね。いろんなキャラクターの手形があの地面にあって、うん、もうそれ見てんのも楽しいし、はい、上原さん何のキャラクターがお好き？私はですねブラックジャックのピノコちゃんが好きなんですよ、うん、あ、かわいいね。ピノコちゃんの、ピノコちゃんが好きなんです。私ひょうたんつぎが好き。あ、もうかわいいですよね。いろんなところに出てくるキャラクターがね、いいんですよ。鉄腕アトムはようね、鉄腕アトム、僕なんかは、本当にいろんな魅力的なキャラクターを、まあね、誕生させられた方ですね。医師免許を持ってるから、そういうブラックジャックみたいな作品を描けたという ね, そ, うね、うそれと戦争を体験してるから、ね、平和に対する思いが強いと、はい、本当ですね、もっと宝塚の宣伝、はい、今の施策を、いや、そうですよ、はい、そうですよ、もうここからはちょっとその、うん、ね、その楽しいことばっかりではなくて、やはり日々やっぱりそこに住んでる方々のやっぱり行政のサービスとして、そうです、ね、やっぱり地域創生ということでいろいろと取り組まれていると思うんですが、うん、そうですね、あの宝塚は、まあ、時間がちょっとかかるんですが、はい、高齢化高齢化って、はい、年を取ることがなんか引け目に感じる、うん、世の中の荷物になるんじゃないかという、うん、はい、そういう、 もう超高齢化社会、社会って言われてますでしょ、うん、だから元気な高齢者になろう、はい、で胸を張って人生のいろいろ生きてきたことを武器にしてもらって、はい、役に立ってもらおうと、うん、ですからあの高齢者が社会をこう地域を担っていく存在になってもらって、うん、そして健康寿命を、はい、そうですね、うん、伸ばしていく、伸ばしていく、はい、元気で長生きと、うん、そのエイジフレンドリーシティという WHO の取り組みに賛同をして、はい、そして日本で初めて賛同したのがあの秋田、うん、秋田市、はい、そして宝塚市、はい、で今回はもうあの神奈川県がもう県としていろんな町で参加して、具体的にその宝塚での行動計画というのを策定されて、え、はい、今市民の皆さんと行政と一緒になって策定して、はい、そしてできることからやっていこう、はい、例えば、うん、あの定年過ぎても、はい、やっぱりその人の持っている能力を生かしてもらいたい、まあ、そんなことで一つの例としては学校で授業で子どもたちに、はい、あのこういう仕事をしてきたけどこういうことが苦労だった、うん、こういうことが面白かったという、うん、みんなの先生という、はい、そういう取り組みがありますが、まあ、それはもう制度としてはあるんですが、うん、あのなかなか、うん、あの前に進んでなかったので、はい、それをもっと充実する、はい、そしてまた月々のちょっとしたお小遣いになるような形で、うん、はい、起業してもらって、あ、いろいろ仕事を起こすという、起こす、はい、ええ、それはあの高齢者の方にも起こしていただいて、うん、そのノウハウを、なるほど、もう一緒にやっていく、うん、そして、まあ、そういういろいろと高齢者の方々が元気になってもらう施策、うん、そのことをやっていくのを今行動計画で、はい、まあ、エイジフレンドリーシティって言ったらちょっと横文字わけわかんないんですけれども、はい、まあ、お互い様があふれる街、うんうん、はい、やっぱり困った時に最終的には助けてと声を出したらいろんな人の耳に届いて手が差し伸べられる、一人暮らしの方は不安でしょうし、やはり老老介護いろんなことがある中で孤立させないという社会の中で、それを地域と行政と介護事業者、医療関係、ネットワークを組んでやっていくということがこの中身なんです、はい、うん、それとありのままに自分らしく生きられる街っていう、うん、これも掲げてらっしゃいますね。これは LGBT の、はい、性的マイノリティに寄り添うという支援、うん、はいはい、これはあの渋谷、世田谷、はい、あの伊賀上野、うん、続いて日本で4番目に、はい、そうなんですね。それがもうどんどん今広がって、うん、あの中野区ですとか
あのいろんなところが、はい、どんどん福岡、那覇、うん、札幌、これがやっぱりあのオリンピックパラリンピックがあります、うん、はい、でそんな中でもやはりアメリカとかあのヨーロッパなどでは法律できっちりと、うん、はい、あのいわゆる性的マイノリティの方々に対する、うん、はい、あの戸籍をこう変えるとか、うん、その法制度ができてるんですが、うん、日本はまだできていないので、うん、自治体で頑張って、うん、やっぱり日本で法律を作る動きに、うん、はい、あの私たちはプッシュしたいと思っています。はい、それとあの今週の月曜日のニュースでした、あの、はい、障害者政策などに関する公文書で、はい、あの障害っていうあの表記で、はい、あの害する害を障害判定のある、ね、はい、ケースに、うん、害するっていう字を使うんじゃなくて、はい、あの意思変の妨げるという字に、うん、はい、害は害でもね、うん、変えるというホットニュースですね。はい、あのこれは全国初で、うん、はい、あのいわゆる浮かんむりの害というのは、はい、あの人間には使ってってない本当にあの被害者加害者、うん、そういうふうにその人が持ってる内なる、うん、そのようなマイナスのもの、うん、はい、そうじゃなくて障害があっても、うん、当たり前に生きられる社会の外に、うん、社会に障害がある、うん、バリアがあるわけですから、だから浮かんむりの害というのはふさわしくないということで、うん、はい、あの平成の22年に宝塚市はひらがな表示に、はい、してたんですね。障害の害をひらがなに、ひらがなに、はい、でもひらがなだったらやっぱり曖昧で、うん、うかんむりの害を頭に浮かべる、うん、ですから、うん、あのこれにふさわしい字はないかと、うん、そしたらたまたま宝塚市民の方で、うん、あのご家族に障害がある方がいらして、うん、ずっと勉強して、うん、専門家の話なんかも聞きながら、うん、はい、国会を動かし、うん、そして衆参両院の文教委員会なんかで、うん、あの常用漢字に入れることはできないけれど、はい、地方自治体や団体が使うことは OK と、うん、OK というのが昨年の秋に出まして、はい、石辺に、はい、で右側の火を書いて、火書いて横棒を書いて寸ひいかいて横棒かいてすんって書いて、あの突風の絶縁体で、あの外資ってあの電柱とかあるでしょ、あの電柱電線とそれからそれを支える、うんうん、支柱とかの間に電気が通らないようにって、はい、絶縁体って、うん、はい、外資って、うん、あの外資の外ってこの字なんですか、この字当てたりする、じゃあ、まあ、言うたら妨げる、妨げるという、という意味だから、そうそうそう、社会に出ることを妨げる、うん、もの、それが社会の方にある、そう、あ、そこの意味の字を今回、うんうん、その障害の難しいの方が当てると公文書でね、そうです、うん、これはもっと他の自治体も、はい、すごく悩んでたんですよ、自治体は、うん、はい、この害を浮かんむりの害で、ね、私もあの障害っていう言葉自体があまり好きではないので、なるべくハンデというようなね、うん、まあ、言い換えをしたりするようにはしてたんですけれど、うん、まあ、なるほど、こういう害、ね、この害という字があるのかっていうのを僕も今回初めて知りました。あの漱石はこの害を使ってましたね、うん、小説の中で、そうですか、夏目漱石は、うん、あとあの車谷長吉さんという、はい、赤目四十八滝新人じゃ、あの方もこの害を、小説家の中にもご存知の方はご存知なんですね、やっぱり、私もね、あの言葉とか、はい、やっぱり漢字っていうのは日本の文化の大事なものでこだわっていて、はい、今回それに表記を変えることになって、うん、はい、あのすごく嬉しいです、ね、常用漢字表にはないけれど、はい、国民の誰もが知ってる漢字っていう風になるとね、うん、なるといいです ね、 これね、最初はだからルビーを打つんです、うんうん、はい、ね、ちょっとずつ馴染んでいくと ね、 そ う、 ですね、はい、でそういう馴染みをするためにはまず宝塚に行きましょうということ で、 そうです、ね、はい、いらしてください、ね、行きたい、いや私はこの間暮れには阪神競馬場に行きました、ね、ありがとうございます、また宝塚記念
はいはい、もうちょっと先ですけれども、また今年も私プレゼンテーターですから、はい、あ、そうなんですね。去年私患者さんに肩組まれて、はい、あら、なんかものすごい役とか、羨ましい、羨ましい。今日ちょっとな冊子をねお持ちいただいてるんですが、ねえ、宝塚お散歩パスっていうまずこの冊子なんですけれど、はい、観光ですか。そうです、うん、あのね、割とあのいらしてもどこでちょっと、うん、どういうお店があるかっていうのを、はいはい、あの一目で分かっていただくように、いいですねこれ、うん、でこれいろんなお店が載ってたり、宝塚市国際観光協会、国際なんです。本当だ、国際観光協会、国際なんです。いろんな魅力に出会える宝塚で嬉しいお散歩しませんか、うん、ということで歩いてもらいたいんです、ね、でなんかこれプレゼントキャンペーンもあったりして、そうなんですよ、お得な、ね、あの付録付きです、付録もついてという。本当だ、はい、これが宝塚の駅の周辺エリア、うん、宝塚南口の周辺エリア、うん、清志工人の駅の周辺エリア、はい、それからあとね、うんうん、清志工人も周辺ということでいろいろと紹介されておりますので、お店、食べ物屋さんですとか、これはどこで手に入るんですかね。これはあの市役所におっしゃってくださったら、はい、あと、はい、国際観光協会がありますので、はい、あのご連絡いただければ、はいはい、それからもう一つあのこれ I& 宝塚、はい、かっこいいでしょ、おしゃれです、はい、企業ってかさっき言いましたあの、うん、自分でお店を、うん、古民家を利用して、うん、あのカフェみたいな、はい、ちょっとお昼をいただけるように、はい、市内でこう地味だけれども、うん、いいアイディアで人々が癒されたりくつろげたりするようなところを紹介してたり、あと養蜂家、蜂蜜を作ってらっしゃる、あの里山でですね、そういう方を紹介したり、あ、宝塚にはこんな風な人々が、あの宝塚ならではのなんか雰囲気の中でね、でこれは有川博さん、あ、作家の、はい、はい、の小説生があの阪急電車を書いた、ね、書かれた、うん、宝塚の小林に住んでらしたんです、はい、それで長いことこのアイ&宝塚の三種の中でもスペシャルエッセイということでね、そうです、宝塚の宝 宝物ということで書いてらっしゃると、生の字をですね、うん、書いてくださって、はい、そしてあのスポットを後ろの方に、うん、はい、紹介をさせて、はい、でシティプロモーションの動画が割とあの、はい、うん、すごくおしゃれだったんですが、それを見てくださいなというご案内を、うん、はい、動画があるんですね、そうなんです、これはまた YouTube で配信されてるんで、そうです、ぜひご覧いただきましょうね、はいはい、それとあの来年ですか、あれ文化芸術センターが、あ、そうなんです、オープンするという、うん、はい、はい、あのもう最近の若い方あまりご存じないけれども、うん、ファミリーランドというのがね、はい、ありましたね、よう行きました、よう行った、全国からね、はい、あの子どもたちの歓声、そして一日遊べる、うん、もう動物園からも、ね、うん、水木しげるのお化け屋敷から、うん、植物園からも、うん、メリーゴーランドからね、ジェットコースターいろいろあったんですよ、ありました、だけどそこが閉園になった後、はい、あのガーデンフィルズっていう植物園になってたんですが、はい、そこの1ヘクタールを宝塚市が購入して、はい、でやはり庭園と、うん、あの駅からすぐ近い歌劇、うん、で、ね、で手塚治虫記念館の真ん前になるので、はい、まあ、その雰囲気は残したいということ で、うん、はい、で文化発信拠点がなかったんですね、うん、宝塚は、はい、でそこ文化芸術 の、うん、あの発信拠点で、うん、ホールではなく、うん、さまざまな体験、うんうん、学習をこう、はい、学習というかね、うん、あそこ行ったら今日は何か面白いことに出会えるかもしれない、うん、子供たち、はい、そしておじいちゃんおばあちゃんも一緒に、うん、そこに行ったらワクワク
ドキドキすることに出会うかもしれない、うん、そして2階はギャラリーでちょっと天井高く、はい、高くしてそしていろいろなあの原画展をやったりですね、はい、本物に触れてもらうそういう機会を、うん、やはり感性なり、まあ、文化というのは小さい時からのやっぱり環境によりますので、ね、ですね、やっぱりね昔のことってよく覚えてるじゃないですか。そうですね、あの時見た見た、あ、そう、うんうん、あれがそうだったのみたいな、うん、そうですそうです、そういう感覚って僕すごい大事だと思う。うん、私も17歳の時にサウンドオブミュージックを、はい、あの学校で、はい、見に連れてってくれて、はい、やっぱりあの映画がすごくいいですよね、あれね、ちょっと遅かったんですよ。いや私もあれ見た時は中で食べてるものの食事のシーンでね何かなというあれを食べてみたいなピクニックのシーンですか。ピクニックのシーン、ピクニックじゃなくて、家で食事をしてディナーのシーン、笑ったらあかんシーンですよね。ね、やはり全然文化が違うのでびっくりしたんですね。ね、ね、でも本当にその準備もまたね、はい、次年度、まあ、もう間もなくね新しい年度に入りますけれども、引き続き、はい、はい、この動きを楽しみにしたいと思います、はい、今朝どうもありがとうございました。ありがとうございました。宝塚市長の中川智子さんでした。